まず7番は倉橋秀樹マインメカニック、そして75番は船戸ひろきチームキーウエスト、87番イサハイはじめイサハイレーシング、そしてアウトコースからは72番釘崎真嗣チームの真嗣、真嗣頑張って、そしてゼッケン2番は海辺光幸パフォーマンスダミー、12番からは中野隆博 NSP レーシング、そして69番は田中智成レーシングスポーツクラブ名言、そして96番はシギラーマセキマリンメカニック、ゲートまもなくオープン、スタートを切っていった、まずはホールショット、さあこうスタートを切ったのはどのライダーとなりますか、インからは強力な倉橋や、そしてイサハイが入っています、そしてアウトからはシンディもいるぞ、中野もそして田中もいる、さあまずはその友の合流がバーサミッション早いぞ、これは先にインコースから入っていたのはクラッシュのマシンか、さあこれは速いホールストレートに戻ってきた、ぶち切りバリ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 、さあ右水面に入っていく、トップはゼッケン7番のクラッシュでいく、マリメカニック、さあそれを追って69番は田中智也レーシングスポーツクラブ名言、3番手には87番のイサハイはじめイサハイレーシング、そしてその後ろは72番の釘崎真嗣チーム真嗣、96番の千倉正幸マリンメカニック、75番の船戸ひろゆきチームキーウエスト、そして2番の海辺光幸パフォーマンスバリー、ラストは12番の中野太博 NSP レーシングと続いています、いやめちゃくちゃ速いな倉橋ひろゆき、さあその倉橋が左水面のアウトコースからもうぶっちぎりの速さで攻めている、さあ攻めている、世界のクラッシュ、さあ15番ブイヨ華麗なターンを決めて力強いターン、それを追っているのは田中智成イサハイはじめとなりますが、ホームストレート戻ってきた、長い直線コースホームストレート右水面に入るトップレーサークラッシュ秀樹、それを追っている田中智成、今年2017年は田中は素晴らしい足を見せて、さあ今年から赤いマシンで臨みます、イサハイはじめ新しいチームイサハイレーシングで臨んでいる世界のイサハイ、そしてシンディも続いてるぞ、さあそのシンディが現在3番手まで詰め追いかけたんですけども、ランクダウンかさあそのイサハイの後ろには96番の千倉正幸が上がってきた、昨日はちょっとマシンで悔しい思いをされましたが、チギラがこのアクアバイクではどうやらじわりじわりと上位グループに上り詰めています、さあ一歩一歩倉橋がどうでしょうか、もうぶっちぎりの速さ、15番 V を通過しまして田中智成、この倉橋に追い上げる、近づくことができるでしょうか、さあ倉橋シルエットに見舞われまして、田中が先に戻ってきた、さあ倉橋にアクシデント、そうなるとトップが田中智成にここに上り詰めて、87番のイサハイはじめ、さあちょっとここからですね、あの一番奥の V が皆さんのギャラリーで全く見えない状況なので、ちょっといい習慣がですね、ごめんなさいね、本当に申し訳ないです、あのライダーの方はウォームアップしていただいて大丈夫ですけど、ごめんなさい、さあそしてですね、左水面に、まさかのアクシデント、倉橋が落水をしましたね、さあそしてトップに上り詰めました田中智成、田中が左水面に、さあトップに上り詰めまして、その後ろにはイサハイはじめチーギラが続くことになってます、アクアバイク、さあこの強力なマシンたちの激しい争い、ぶっちぎりの走りで倉橋見せていたんですけども、ここに来てまさかのレスキューとなってしまったんでしょうか、さあまたそしておっと、なんと今度は田中か、その隙にイサハイが抜いた、さあイサハイがトップに躍り出たぞ、先ほどからなんとマシントラブル、田中なんとかレースには戻れた状況でしょうか、イ
りこのマシン最後までですね、何が起こるかわからないそんな状況なので、こう生のマシンというのは本当にわからないものなのです。レース最後まで皆さんご注目いただきたいと思いますが、トップに躍り出ました諫早が現在トップです。左水面に向かっていく赤いマシン、それが諫早だ。さあアウトコースに向かって諫早、1回はランクダウンになりましたが、田中智也、そして安定の走りを見せるか、こう96番の千木田正幸。さあ上位グループが大きく変わってきています。さあどうやら12番の中野貴弘選手もレースリタイアということになってしまいました。でトップは諫早です。その諫早が左水面から今15分に入っていった、それを追って今度は追う立場となりました田中智也。18番コーナーを回ってホームストレートに戻っての諫早はじめ、さあこの強力マシンをパートナーに諫早現在トップに上り詰めました。さあそれを追っての今度は69番田中智也に96番の千木田正幸が現在3番手、それを追って72番の釘崎シーディナー。さあ釘崎4番手で今度は上り詰めての走り、その後ろには福田と弘樹に海で三幸が続いています。レースの方は6周目に入っていますが、このレースラップ数8周ですので、レースはいよいよ終盤に入っています。さあまだチャンスはありますが、諫早はここからどうでしょうか。この終盤に入りまして、このまま何もトラブルなく逃げることができるのか。さあその諫早がアウトコースから一つ一つ部位をクリアいたしまして、またゴール地点に差し掛かっていきます。15番 VO 諫早がまずクリアです。それを追っての田中智也、一周は田中、2周前にですね、一旦停止いたしまして、あレースもう戻れないのかなと思っていたんですけども、イレーサー VO 今通過した田中に迫ってきた。さあ今度は千木だ。さあ今のイレーザー V の通過中ですね、距離一気に縮めた千木田正幸、2番手3番手、今度は2番手3番手、この辺りに注目をいたしましょう。さあまだ周回数残っています。諫早がぶっちぎりで今逃げている状況ですが、2番手3番手は分かりません。田中 VS 今度は千木田となってきた。左水面にまずトップの諫早はじめ、さあどうする、田中智也はアウトに向かっていった、そして今度は千木田がいいんか、残りわずかとなってきました。さあ周回数その間に千木田はどうでしょう、どこまで田中を追い込むことができるのか、アウトとインそれぞれ分かれていますが、その前には諫早が先に15番 V を通過。さあそしてまだ田中が先にリード、アウトコースから先に15番 V を通過しています。そして千木田が続きますが、この辺りは距離離れましたね、田中が距離を離しました。さあどうやらこのアクアバイクランナーバウト GP 版、今日は第2戦になります。このアクアバイクの皆さんは今日はシリーズ始まって第2戦になりますが、まさか第1戦を制した倉橋選手がアクシデント見舞われてのレースリタイア、そして諫早選手が現在トップということで、田中選手が現在2番手ですけどもね、前回第1戦では表彰台に上っているその田中選手、さあ上位陣の顔ぶれは変わっていないままなんですが、諫早が一つ一つさあ V をクリアしまして、いよいよチェッカーフラッグも用意をされることになるんでしょう。最終コーナーを